久保建英、9月の月間 MVP 受賞、日本人初の快挙。レアルソシエダの MF 久保建英が日本人として初めてア・リーガの月間最優秀選手賞を獲得した。久保は今季開幕から好調をキープ。これまでリーグ戦7試合で5ゴール1アシストを記録していたが、9月では5試合で4ゴールを叩き出す活躍を披露していた。もうボール持っただけで何を出すのか、ワクテカ試合手サポがピリつく存在になってきてる。目指せバロンドール。ベリンガムやレバンドフスキを抑えての受賞、本当にすごすぎる。リーガナンバーワンの右ウィング、オヤルサバルの復調、バレネチャーの成長でマークが分散されればさらなるゴール量産ができる。チリフリダンスも動画に入ってるし、バッチリ評価されてるみたいやね。アジア人初のバロンドールは久保で間違いないだろう。順当に行けば来季以降ビッグクラブでエースになれるし、三冠とチーム得点王なら普通に久保がバロンドール。今までの苦労を知ってるからなんか嬉しくて涙出る。月間 MVP おめでとう。